うん、うん、主様はパクパク召し上がっておりますし。美味しくなかったら無理して食べなくていいんですよ。ただ目的地のお屋敷までは半日ほどかかりますので、何か胃に詰めておいた方がいいんですけどね。あ、そうです、料理が美味しくなるおまじないがあるんですよ。両手でハートマークを作って、えい、おいしくなれ。あ、それは何かの魔法とかでございますか？いえ、単なるおまじないです。気休め程度にはおいしくなるはずです。はあ、気休め程度でございますか。おや、私の食べかけのサンドイッチがありませんね。主様、食べちゃったんですか？たくさんサンドイッチはあるんですから、横取りしちゃダメですよ。あれ？あなたが食べたんじゃないんですか？ということは、私のおまじないに破壊光線っぽい威力があってサンドイッチを消し飛ばしちゃったとか。おや、女の子がいますよ。手を伸ばしてサンドイッチをかすめ取ったっぽいですが。もしもし、どちら様でしょう？どうしました？空き箱の中に密航者でもいたのですか？密航者というか無賃乗車というか、困りましたね。どうしましょう。馬車を借りる際に交わした契約上、事前に申告した以上の人数を乗せたらダメなんです。割増料金取られちゃいます。でもちっちゃい子みたいですし、お外に放り出すのもかわいそうですよね。お嬢ちゃん、そこで何してるんですか？ちっちゃくない、私はちっちゃくないぞ。ちっちゃいですけど、無賃乗車はいけませんよ。悪いようにはしませんから、事情を話していただけます？家出とかですかね。あやねちゃんと同じような、こんなちっちゃい子が一人旅ってわけでもないでしょうし。どうしましょう。だからちっちゃいって言うなよ。あ、お前知ってるぞ。前に会ったことがある。え、スズメとですか？サレンディア救護員の子供じゃないですよね、あなた。どなたかと間違えているのでは？そう、スズメ、そんな名前だった。ここで会ったが100年目。おい、お前は私のことを覚えてるか？心配したんだぞ。ふむ、主様とお知り合いなのですか、あなた。主様はなぜか女の子のお知り合いが多いようですね。どけ、お前は知らん、邪魔だ。それよりお前だよ、どこで何してたんだ。これまで会いたかったぞ、プリンセスナイト。プリンセスナイト？あなた、プリンセスナイトの関係者なんですか？私も
プリンセスナイトの参加ギルドサレンディア救護員に所属しているんですけど、それ関係でどこかでお会いしたとかですか？